はい、どうも皆さん、こんにちは。クロスロードです。撮影が2週間ぶりなんでね。じゃあ、またホラーゲーム体制が薄れてきたんでね。今回もまた僕の苦手なホラーゲームやっていきましょう。前回は、とりあえず鏡合わせの部屋を抜けて、走って、で、花の、なんつうの、幻想的なところを抜けて、最後、毒素のところをダーッと走っててね、ギリギリでドアをくぐって、ここまで来たという感じです。で、魔女の本はもう読んだんだよね。それじゃあ、やっていこうか。先に進めるのかな？ドア？ドア。ドアか。で、こっちは何があるんだ？あれ？あ、毒消えてる。待って。なんかさ、右上にさ、右上だっけ？左上だっけに、なんか制限時間書いてあったはずなんだけど、消えてんな。お、これは、探索しろ、できるな、ここが。何も入っていないか。な、あ？なんだこれ？紫色の人形？首のない人形が落ちている。拾うか。わー、ゴキブリ。Yes, cockroach. で、薄紫色のサラサラとした液体が流れている。害はない。なんでここくぐった瞬間にいきなりそんな感じになったんだろうな。とりあえずここでいいだろう。で、じゃあ、戻っても仕方ないもんな。こっち行くか。今なんか左上にいたぞ。今なんかチラッと見えたよな。壁の高いところに時計がかかっている。なにこれ？ステンドグラスか。うん。棚の奥に小さな瓶が入っている。うわぁ、不穏なにこれ。絶対さ、取ってなんか怒るやつじゃん。取るか？可愛い小瓶。あ、何も怒んない。あー、なんか怒った。喉を、薬と書かれている。文字が書かれていて読めないところがある。包帯や消毒液。何かの肉が怖すぎるだろう。なんで何かの肉っていうパワーワード。何かの骨。吐き気止めかな？これは。人形の頭が落ちている。拾う。何これ？ちょっと待って。突然逃げちゃったんだけど。なんか目玉みたいなの持ってきたよね。なるほどな。とりあえずは、あれを取って逃げればいいのか？こっち側が調べたいな。こっち側まだ調べるやつあるもんな。頭痛薬二つあった。胃薬か？これは。あ、目薬が多い。目が痛い、今。右に目が痛い。お前のか？めっちゃ充血してんもんな、お前。絶対お前のだろう、この目薬。で、睡眠薬、鎮静剤。止血、うん。とりあえず全部調べた。あ、待って、後ろから見ても何もない。もしかしてなんかあるっていう。ここでなんかアクション取れるんじゃないのか？横からは？横はダメか。そしたら、じゃあ、さっきの通り頭を取って、かわいい小瓶。魔女のバラを枯らせる薬。甘い香りがする。枯らせる薬な。なるほど。あれ？私を殺せる薬と書かれている。あー、なるほどな。魔女のバラと魔女の命が連動してるんだ。でもなんで自分を殺せる薬をわざわざ僕に渡したんだ。あー、来た。さて、じゃあこの頭を拾うわけだけど、多分こっちから拾ったらダメだよな。このルートで拾わないとダメな気がするけど、一旦セーブ入れておくか。そしたらね、ここで取って、最短攻めて出ようか。拾う。来た。おーおー。待って、猫がいない。おい、ちょっと待てよ。せっかくセーブしようとしたのに。
もしかして、ていうかさ、なんか真っ赤になってない？大丈夫これ。ちなみに、これにバラじゃねえや。待って、首なし人形。とりあえず、ああ、そう、頭と組み合わせる。できるはず。できた、できた。で、可愛い小瓶だけど、ああ、これは使えないのね、まだ。まだの日記。ああ、これに変更はないのか。これもバラなのか。こっちに戻って目見ないもんな。さっきのところに行ってみるか。なんで猫は消えたんだろう。ああ！裏切られた。くそ。これがなんか、あれだよな。あれだよな。戻ってどうするんだ？おお！ここも影響を受けて真っ赤になってるんだ。はい。増加のバラだもんな。あ、猫！あれ？お前何も言わなくなったついに。空っぽのティーカップ。ティーカップが空になっている。猫が何も言わなくなった。怖いぞ、これ。この展開怖えな。どうしようかな。どこにセーブしよう。やば。え？じゃあ進むよ。こっちはなんかあるわけじゃないよね。え？ま、なにこれ？お母さんは私を捨てようとした。お父さんは私を見ていなかった。うわあ！嘘っぱちの赤い花が吊られている。落ちたよ。うごめいてるよ。これ大丈夫か？なんか音だんだん大きくなってない？これ。大きくなってない？これ。大丈夫？え？なにこれ？ってことは、定例通りで行くと、黄色い花も？あー、やられた。空っぽのサラダカップ。花たちが全滅してるのか？ちなみにこっち側には行けないかも。さっ、待って、何これ。時計が花を食べている。時計が倒れている。今度は僕が避けた時に倒れたな。待って。こんなのなかったよな。女の子が遊びに来た。いやー、違う。でもなんか赤くなってなかったよな。え？もうちょっと探索するか。もしかしたらなんかヒントを得られるかもしれない。こっちはどうだ？こっちは相変わらず赤いままだな。じゃあ、骸骨の部屋は？えい！無駄にね、足を踏み入れちゃいけないよっていう教訓ね。じゃあ、もう、進むとしたらまた戻るしかないよな。あ、じゃあ待って、そうだ。そうだ、ここ紫が空いてるから置けるじゃん、これ。ほい。来た、人形置いた。何？あ、なんか穴ができてる。戻ってセーブがしたいな。僕はね。おう。君がうまくここから逃げられようが、この家に食われようが構わないんだけど、どちらかというと、ね。君に逃げてもらいたいなと思ってるんだよ。ま、死なないでよ。猫、ありがとう。僕できるだけ死なないように頑張るわ。絶対に死なない。本当に。え、何そのじらしてくんの？何お前。まあいいや、行くよ。うん。あー、ちょっと待って。あれのさらに後ろの方気になったなー。あー、ちょっと後悔したかもしんない、これは。ん？なんかだんだん血がついてるみたいな。何これ。私の部屋までおいで。
甘い香りがする。バラの花。ちなみにこのバラの花には使えない。どこで使うの？この、かわいい小瓶。おお、なんかタイムリープみたいな。バラの花。バラの花結構好きだな。ピンク色の花の絵。てかなんか、結構落ち着いた感じの大きな窓。ピンク色の花の絵。大きな窓。ピンク色の花の絵。待って、なんか左に何か見えるけど、まあいいや。大きな窓。猫？黒猫さん？ああ、これあれだ、死なないでよって言ったやつが死ぬパターンだ、うわ。うわあ、黒猫の死骸がある。マジで？いや、ああ、踏んじゃった。ぐちゃって言ったじゃん。嘘？この魔女、ついに命を全部殺しに来た。これ、ちなみにこの状態で戻ったらどうな、開かない、戻れない。くっそ、やられたな。じゃ、これはもう、入りますか。おーおーおー。さっきまでの雰囲気とだいぶ違うな。なんだこれ。リボンや貴金属のアクセサリーが大量に入っている。可愛らしい服がぎゅうぎゅうに積まれている。血まみれのベッド。椅子。机の上にバラの花。明かりはつかない。鏡は曇っていて、何も映らない。魔法について書かれた本が並んでいる。バラの花。使える？使えないか。これは？洋服掛けか。なるほど。開かない！出ました。閉じ込められました、私ついに。大きな窓がある。外は真っ白で何も見えない。まあ、死なないでねって黒猫に言われたからね。この言葉絶対にね、ちゃんとした真実としてね、動画でみんなにお見せしたい。僕死なないでクリアするわ。で、ここから先死ぬ展開があるのかどうかわかんないけど。まあいいや、行くわ。待って、まあいいや。魔女の日記。読もう。私は病気で死ぬ。死ぬ？死ぬ？ちょっと待って、死ぬって何？未来系じゃん。え、過去系じゃないの？おかしいだろう。まだ生きてるってことなのか、魔女は。だから、彼女の体をもらうことにした。彼女の体で、生きることにした。いいよね。よくないです。いや、断りますよ。だって私たち、友達だから。いや、いくら獣フレンズでもそれは許してくれませんよ。世間はそれを許してくれませんよ。私に、体くれるよね。嫌です。友達だから。お前友達の押し付けすごいな。言っとくけどさ、僕はお前のこと友達だと思ったこと一回もないからな。だから、今日も、遊びに来てくれたんでしょ？今日も？待て。ちょっと待って。こいつは一度ここに来たことがあるってことか？そうなってくるとビオラお前怪しいぞ。ねえ、ビオラちゃん。はっ！猫娘が這いずってきた。あー、出ました。ここでセーブ挟むということは、つまりあれですね。これからなんか走る俺たちのなんかランナーが始まるわけですね。いいでしょう、やりましょう。早えな、こいつ！バカみたいに早えな！一気にショートカットしてきた。ちょっと待って、椅子じゃん、開かないのなんで？そこから始まんの？いけ、ちょっと待って、バラが邪魔、バラが邪魔、ビオラちゃん、可愛いね、ビオラちゃん、ビオラ様、いったけど？扉は固く閉ざされている。あれ、ここは、
そうか、正真正銘、館の外だ、外って言っちゃった。正真正銘、館の外だよな。なんか手紙がある。何これ。拾う。手紙を手に入れた。手紙が2枚。なくしていた手紙の前半半分。読もう。ビオラへ。昨日は、怒鳴って悪かった。森の奥には、魔女が住んでいて、迷い込んだ子供をさらうって、昔から言われていてな。その、友達の家が森の近くだって言うから、心配になったんだよ。ちょっと待って。失礼。その友達、ここ読んだ。その友達、エレンちゃんだっけ？エレン。エレンイエーガーか。進撃の巨人だ。その子の家に。で、これが後半か。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように。父より。そういうことか。つまりエレンちゃんは、ああ、違う。ここから始めるとなんか変な話になるわ。つまり、ビオラはもともとエレンと知り合いだったんだけど、そのエレンちゃんが魔女だったよっていうオチになるのか、これは。なるほどな。はえー。おう、エレンの家、森の出口。枯れた体重。来たなぁ。恐ろしく巨大なバラが道を塞いでいる。まさかこのバラに使うってことか？あー、使えた。バラに小瓶の薬をかけた。うん。じゃあさ、好奇心なんだけどさ、この状態で戻ってみたくない？これ多分そのまま進んだらクリアだろ？戻ってみたくない？あー閉じてる、戻れない。何これ、もう一方通行じゃん。道長えな。あー来た。誰だこいつ、こいつ誰だよ。ビオラ、あ、知り合いか。ビオラなんだな、無事か、どこも怪我してないか。あ、お父さん、お父さんね。はぁ、よかった。お前の帰りがあんまり遅いから、森の中を探してたんだよ。とにかく、無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家へ帰ろう。おい、待て。あー、そこまで来てたのね。さっき扉は固く閉ざされてるって言ってたじゃん。お前、閉じまりしてきたな、さては。閉じまりしてきた状態で来たな、お前、さては。うつうつ、くんなくんなくんなくんさ、下がれ、ビオラ！が、容赦ねえ。ああ、容赦ねえ。2発も撃ち込んだ。狩猟用の銃かな。2発も撃ち込んだよ、こいつ。もう、帰ってった。おう。これは？エンドロールですか？エンドロールゲバス、ありがとうございました。終わったー。またー。いやー、すごいなんかハラハラさせる感じのね。なんかいろんなホラーの要素が詰め込まれてて、すっごい面白いゲームだった。はえー。楽しかった。このエンドロールさ、一応なんか、使用素材とか書かれてるからさ、映像ではノーカットで流すんだけどさ、喋ることないよね。うん。ないんだよ。
あ、制作、ふみーさん。ふみーさん、ありがとうございました。いや、もう楽しかったです。さて、これで一応物語はしっかり終わったってことでいいのかな？あ、黒猫！はぁ。エンド？え、ちょっと待って、ハテナ、な、ハテナ？ハテナ？あー、気になる、このハテナー。すごい気に、まあ、今ね、魔女の家のゲームの付属してた説明書読み直してみたんですけど、エンディング数が2って書いてあるのね。つまり僕が見てないもう一個のエンディングがあるということだよ。これをやっていきたいんだけど、あね、やり方わかんねえ。さあ、バチコリに攻略サイトを見てきて、2番目のエンディングに行ける方法を見つけたんだけど、これ、まあ、めちゃくちゃ難しいのね。なんかね、テディベアを切り刻んだ部屋まで行って、で、そのタンスの中から、アイテムを手に入れるんだって。ということで、アイテムを手に入れられるように頑張っていこう。さあ、いいたぞ。2回目だな、お前は。ああ、違う。僕がやりたいことは、お前と鬼ごっこをすることじゃなくて、とりあえずそのアイテムを手に入れたいの。あ、違う、待って、ちょっと待って。来いよ、お前、エレン、エレン来い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 。僕はもう、断然、堂々と動画で見せたからネタバレしてっからな。ちょ待って、椅子が邪魔だな。で、この、タンスの中から、うるせえな、うるせえな、僕。違う、テディベアを切り刻んだ部屋じゃなくて、テディベアを、ちっちゃいテディベア拾ってきた部屋だ。そうだそうだ、邪魔だな、お前、本当に。本当に邪魔だな。で、こう言って、こう言って、こう言って、引き出し、引き出し、これか、エレンズナイフ？今、チラッと見えたね、エレンズナイフ。外に出ればいいのか。そういうことか。ていうか、そもそもさ、こういう状況において外に出ることを優先しちゃう僕の脳みそからしたらね、こんなね、よそがれてるから、待ってー。ちょっとさ、数秒くらい止まってくれない？僕に逃げる時間をください。お前、早すぎんだよ。早い。そのゲーム企画外の速さ。どれくらい速かってもうね、なんか F1 より速い気がする。タイプ4見られるより速い。で、違う、エレンズライフ、近い！エレンズライフ。いいけ、走れ、斜め移動使っていこう。エレンズライフを手に入れた。よし、いける。これはいける。走れ、バキバオー。来ました。ナイフ手に入れた。小さなナイフ。エレンズナイフっていう名前の割に説明文が少ないな。これちなみに当然のごとく、扉は固く閉ざされている。戻れないか。さて、じゃあこれで手紙の片割れを手に入れて、読む。ビオライ。昨日は怒鳴って悪かったわ。森の奥には魔女が住んでいて、迷い込んだ子供をさらうって昔から言われていてな。その友達の家が森の近くだって言うから心配になったんだよ。その友達、エレンちゃんだっけ？その子の家に遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、父より。手紙の内容も完全に一緒だな。このまま出ていいのか？アイテム手に入れて脱出って書いてあったんですよ、僕の見たサイトには。ん？小瓶使っちゃうよ。おお。あ、当然のごとく戻れなくなってんな。さて、走ってくけど、
何？展開変わったんだけど。今度は、お父さんがいない状況でエレンちゃんが接近してきた。しつこいな。え？ビオラさん？ビオラさんまず喋ったの初めてだね。初めて喋った言葉、このしつこいな丸の6文字。え？いつまで追いかけてくるの？もうすぐ、その体は死んじゃうのに。返して。やだよ。この体、どこも痛くないんだもん。ちょっと待て！返してって何？まさかビオラ。え？つまり、こっちのストーリー、こっちのエンディングだと、すでに、ビオラの体を魔女が乗っ取っていて、で、この今、這いずっている少女っていうのは、本当のビオラってこと？え？入れ替わってる。君の名はかよ。一度は、私にくれた体、一度は、私にくれた体じゃない。どうして、返す必要があるの？ねえ。ビオラちゃん？はい、へえ。私のことが、かわいそうだったんだよね。病気で、ベッドから動けなかった私のこと。だから、私の魔法で、二人の体を交換したんだよね。一日だけ？そんな約束、したかな。悪女だ。私の力で、私のこと、閉じ込めちゃったのにはびっくりしたけど、無駄だったね。だって、私の家だよ。私が殺されるわけないじゃない。結構死んでたよ、君。僕のガサツなプレイの元結構君死んでたよ。あの家は、ずっと私を案内してくれてたんだから。ああ、そっか。なるほどな。確かに、このルートだと、なんか普段ゲームのご都合主義みたいな感じで、なんでこんなパズル用意してまで進めさせるんだろうな、みたいなところを、このルートでしっかり回収してるんだね。はえー、作り込まれてんな。すげえな、これ。私が、ここから出られるようにね。まだ死なないの？お前死ぬまで見るつもりか。それはちょっとサイコパスすぎるぞ。ファレながらしぶといな。あ、もしかして、お父さんのことが気がかりで死ねないのかな。うなずいてる。え？なに、どういうこと？ビオラちゃんは、体を入れ替えられてこんなありさまになってしまったことを、後悔していないの？いやでも後悔していなかったら家に閉じ込めるなんてことしないよな。あれか、最後にお父さんのことだけでも教えてくれってことか。私知ってるよ。ビオラちゃんのお父さん。二人だけの家族なの。ビオラちゃんの記憶が体に残ってるんだ。優しそうな人だよね。お仕事は、漁師さんかな？漁師さん。なるほどね。ここで、エンド1の銃を持ってたシーンの回収になるんだもんね。わざわざお手紙までくれて、いいお父さんだよね。自分がいなくなった後のこと、心配してるんだね。うなずいてる。大丈夫。
私が、ピオラちゃんの分まで愛してあげるよ。ピオラちゃんの分まで、愛されてあげる。だから。ピオラ？お父さんか。お父さん！ピオラなんだな？無事か？どこも怪我してないか？なんだ、どうし。ああ。これもはや泣けてくるやつだろう。涙腺崩壊ってやつ。助けて。夜な化け物！父さん、その子がビオラちゃんです。チャンネル登録者50人程度の実況者の身分で言わせてもらいます。お父さん、その子がビオラちゃんです。今入れ替わってます。今君の名は状態してます、今。あ、撃った！二度も撃ったな！親父にしか撃たれたことないのに。容赦ねえな、相変わらずどこのエンディングでもこのお父さんは。ああ、笑った、最後に。最後に、魔女が笑ったよ。エンド。今度はハテナついてないね。しっかりとした、これがトゥルーエンディングってことになるのかな、じゃあ。へえ。ん？あ、黒猫！まだストーリー続いてた！黒猫？もう消えた。黒猫も消えた。いや、魔女の家、本当にいい作品だった。楽しかったなぁ。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.